レイ三浦さんっていうのかな、横田新一プロのチャンネルに出演していた片山プロが、僕はジャムさんに教えてもらったこの練習をずっとやっていたから小規模になれたと言いながらバンカーで半目玉の球を打つ練習を披露しておりました、この練習だけやっていればプロになれると、横田プロもそのいい打感に感銘を受けていました。永久シードを取った今でもあのような基礎練習ばかりを続けている片山プロもすごいですが、その練習方法を一つだけ伝授したジャムさんも、また先見の明があったということなのでしょうね。で、どうやってあんなに綺麗に球だけを芯で打てるか、素人の私には全く分かりませんが、ジャンボ亭では定番の練習方法なのでしょうか、ぜひあの練習方法のやり方と目的を小暮さん宮下さんなりに解説をお願いしますということで、まあ、腰ね、この練習だけやってればプロになれる、まあ、まあこれね、慎吾ちゃんだから慣れてるだけであって、これをね、ここでもやってたもんね。やってますよ。実際ずっとやってたけど、はい、まあ、お前半分プロになったかみたいなもんだけど、半分もなってないですよ。でも小規模になってるってことは、もうこんなのできて当たり前だよね。はい、小規模になる人たちはね。そうできるんです。それをまただから突き詰めてやってるからこれをだからこういうとこ見てほしい。この基礎の基礎を反復でやるっていうプロの凄さ、もうアマチュアなんか基礎なんかもう嫌だ、もう長いもん打ちたいばっかっしょ、はいはい、だからそれはうまくならない。で、自分だじゃあね、ドライバーしか持ってこない。いや、俺最近アプローチしかやってないな。だから止まらなくなっちゃう。そういや、だからそういうとこ見てほしい。あの賞金王を何度も何度も取った新、ね、片山プロがこういう地味なね、本当に地味なあの細かい基礎をもう一日中やってるわけだから、そういうのの積み重ねが賞金王をもたらしてるわけであって、だからなんつうのかな、その 大きな派手な動きのねことをやるんじゃなくて、こういうことをやってきてるから、今もなおやってるから賞金王になる実力が新ちゃんにはできたんだよってことだよね。で、あの練習方法とやり方、あれまあバンカーなくても、まあでもすごいむずいな、バンカーと普通のベアグラウンドじゃえらい違うからね。違うす。でも最初はマットの上でいいっすよ。いや、あれはできないって。いや、だからできなくても、だからマットの上でやってみてくださいでいいじゃん、とりあえず。だからさ、俺動画上げてないんだけど、50ヤードのエクスプロージョンあるじゃん、はい、あれをクリーンに打って50ヤード飛ばすっていう、うん、あの秘密の昼練もやってんの、はい、あそこじゃなきゃできない練習ですけどね、うん、だからそれの もっと基礎の基礎が慎吾ちゃんがやってたやつよ、片手でね、やってるやつなんだけど、これは本当にこういう施設がないと練習はできないよね。そうですね。で、まあ、練習方法、まあもうあのまんまだよね。まあ、あのちょっとこう半分じゃないか、もう3分の4分の1こうボールをちょっと沈めてっていうのもあれだよね、まあ、だから要はもう言ってんじゃん俺、スコアラインの下から2本目で球を捉えてくるって結構言ってんでしょ俺。口だけね。口だけね。当たり前、そんなことできるわけねえじゃないか俺が。っていうことでいいかな、練習方法ね。まあでもこの地道な練習が、賞金王を何回も取るプロを生んだと。ただ同じようにやったところで賞金王とかね、プロになれるかって言ったら、それはクエスチョンだと思う。やっぱりそのセンスとかね、もうなんつうんだ、まあ努力とは言わないだろうけど、慎吾ちゃんからするとね、努力とは言わないだろう、あ、まあプロだから当たり前のことだと思ってるだろうけど、そういう研究心が人一倍あったから、やっぱりあの体でもやっぱり状況になれたわけだしね、っていう意味ではすごい選手だよね、っていうぐらいでいいかな。はい、これやったかな、これやったかな、これ。一旦停止します、一旦停止しますよ、一回区切らないと。大丈夫、赤いのちゃんとついてる。
着きました。テルミワンさん、パッティングなのですが、スライスの時はパターの先端で打ち、フックの時は手元側で打つといいと知人にアドバイスをいただいたことがあるのですが、別の知人に話したところ、そんなことしないでとにかく芯で打ち、順回転に転がすことが大事で、入らなかったらライン読みが違っているだけだとアドバイスされました。どちらが正しいでしょうか、それともイメージが合う方でやればいいのでしょうか。お忙しいと思いますがご回答いただけると幸いですということだけど、どうなんですかね。宮下さんはどちらかというとさ、先で打ったり芯外してトップしたしとかさ、むしろ芯に当たらないタイプだから小細工するじゃん。全体的にする。僕はしないです。そしたら先で打ったりとか、僕はセンターシャフトですけど、先で打ったり引いて打ったりとか考えたことない。俺常に先、基本。まあそうですよね、芯、うん、芯使わないタイプだよね。ドライバーだって先じゃん。いや、そうでもないんだけどまあまあ基本俺は先。ヒールっていうのはこう巻き込むから、引っかくことが多いの、ヒールに当てると。だからそれはしたくないから、とりあえず先でこうカットするとか、こう押し出すとか、そういうのをやるけど、これはもう好きにやってもらった。いやいや、そうです、自分が打ちたい仕方でいいですよ、パターンは。芯で打ったから入らない、まあまあ、でもどっちもあるけどね。芯で普通に打って入らなかったらライン読みが間違っているだけだっていう人も合ってるだろうし、スライスの時は先端で、フックの時は手元側で打つ、まあ、ちょっと俺は分かんないけど、フックの時もスライスの時も先っちょの方だから、俺はだからトリキーなんだって真似しないでくださいって言わないで。いやでもそれは俺は考えてそうやってるわけだから。一番入る方法だから。入ってないじゃん入ってんだろうよ普通に。いやラウンド行きましょうよ。お前ラウンド行きましょうじゃねえよお前ばっかゴルフ入れやがってよ結局本当に。いや僕10月入ったっていけねえじゃん。いや僕はだから9月2ラウンド目だよ、27で。なに2ラウンド目だよって。いやその前にも行ってんじゃん、練習ラウンド9月の頭に行ってましたっけ。行ってるよ。じゃあ3ラウンド目だ、今度3ラウンドですよ9月。いや3ラウンドだって何週あるって、4週しかないの3ラウンドだよ。いやいや5週、いや5週に入らねえだろ下なんか一番下なんかまあそれはもうだまし動画で撮ったからいいけど、もうだって10月だってお前あれだろ、キャディやったり。10月一周キャディです、ね、キャディやったり、まあ、あれだろ、ダイジェストとかそういうの出るんだろ。あだから結局俺とやる時間ねえじゃねえかよ。やべえな、ちょっとダイジェスト、どうしよう、作戦考えよう。いらねえよ結局。もう11月、12月だよやれるとした。いや11月、10月大丈夫だよ。ゴルフばっかり行けやがってよ。いや10月大丈夫、大丈夫。大丈夫じゃねえだろ、だってお前練習ラウンドだよ、ダイジェスト、パーゴルフだって入れてんじゃん。いやいや、ないね、パーゴルフない。予定1ラウンド、10月は1試合。でもキャディ行ったりするんだろ、本職の方行くわけだろキャディ。だからね、それどうしようかな。まあいいや、考えます。そしたらまず行けるとこねえじゃん。もうあれだ、コウチロと行ってこよう。もうこれをほっといて、コウチロとプロとラウン、プロと回ろうシリーズ作ろうっていうことと違う。パッティングのお前の感覚は。これね、パッティングのこといっぱい話してるんですよ。いや、いっぱいしてるよ。だから今またここで話すで、僕は先とか打つ感覚はないです。だから常に、まあ、芯で打とうとも思わない。だからショットだもん、ダフリトップのない、まあ、ダフルか皆さんは。俺はダフルな、お前はダフルだろうけど。いやダフルだ、だからダフリトップのないショットと思って僕はパターします。でカップにはそのなんだっけ、どんなイメージかって、うん、スライスの時はパターの先端で打ち、フックの時は手元側で打つとアドバイスもらったと知人に。でも他の知人は芯で、ね、もうただ芯で打ち、順回転で転がすことが大事で、入らなかったらライン読みが間違っているだけだとアドバイスされた。どっちが正しいのでしょうか、それともイメージが合う方でやればいいか。だから正解はないです。だからどっちも正解はなくて、イメージが合う方で、質問の答えだとイメージが合う方でがいいと思う、イメージが合う方でね、うん、
定ことでいいよね。だからそうです。だから正解ないんですよ。うん、ね、デジャンボが全米オープン優勝したかってデジャンボの打ち方にしようと思わないでしょ、皆さん。思わないっていうか、全米オープン出るような選手が長尺使ってる選手誰一人いないっつんだよ。全米シニアとか見ればね、もしかしたらいるだ、はい、ランナーとかはね、長尺だからあれだけど、まあいないね。短いパター使おうとは思わないから今のとこ。っていうことでいいかな。まあラストはちょっと簡単なやつ。え、もう今日終わりですかそれで。うん、古い話で恐縮ですが、イチさんですよね。ジャモさんの100勝記念のオルゴールがグッズであって、家で久しぶりに聞いたのですが、何という曲名でしょうか。皆さん、だってこれ100勝の時に来たんだもん。俺も覚えてねえな。でも少年のときめきじゃないの。じゃないのってことはもうちゃんと下調べができてるんですね。いや、全然記憶ない。僕はだってボール100勝記念でボールをひたすら詰めてたんだもん、来た時。まあでもジャンボさんといえば少年のときめきだから、うん、だと思うけどね。もうこれはトムでもたぶんトム知らねえよな。これ本当にもう現物がないから、箱詰めを異常な数やってたんです。その少年のまばたきのようにだよな。絶対そうだよな。僕はもう箱詰めの多分そうだと思うけど、まあでももう知ってる人いねえからな。多分少年のときめきだと思いますと。サマーラブなんか書けねえだろ、どっちにしろ。よし、OK です。社長が打つ前に打つんじゃねえぞ。これもう一個質問あった。今もしかして録画しました。今録画した。何すか。ね、マッシーさんって人からなんだけど、はい、パターの打ち方について質問お願いします。またパター。私のパッティングスタイルはトリッキーで、ボールがつま先に近くヒールアップでストロークします。渡辺司さんのようなスタイルです。時々同伴者からパッティングについて言われることがあります。やっぱりパッティングでヒールアップは NG でしょうか。お二人の意見を聞かせてください。全然 NG じゃないです。俺どちらかって言ったらヒールアップ。俺もやる。全然ヒールアップの方が引っかからないから。あ、言っちゃった。その顔見る。やばい。そうなんだ。引っかけだけで、引っかけだけでなんだけど、ちょっとで、しかも手首もこうやるよりもこっちにロックさせた方が、うん、ちょっと動きを抑えられるから。そうそう、本当小さい。だから要するにこれ短くて1メーターとか、うん、ロングパッターは別にそんな気にしないですけど、1メーター引っ掛けたくないときはちょっとこうやった方が丁寧に動くし、うん、ということで NG じゃないですよってことでいいね。むしろそれが正解。正解ということでジャムさん帰ってきたな。